おや、これはこれはお客様、このイースラールに何なりとお申し付けください。わかりました、博士から U のお仕事リストは預かっています。ケイトス島周辺で活動する悪い奴らの名前が書いてあります。ごほん、博士のお言葉です。彼に伝えて責任を持って厄介者を退治しなさい。そうそれだけです。記録リストに記された名前を教えてください。読み上げます。ライター、ダーシャー、ブラックドッグ。ブラックドッグ、あいつまだ懲りてないの？はあ、カセのご命令です。ブラックドーングを追い払ってください。ライターとダーシャはここに残すようにと博士から申し付かってます。他の使い道がある。そうです。二人はきつく懲らしめて奪った物資を取り返せば、それでいいそうです。提案、ミアがブラックドッグの居場所を追跡します。二手に分かれて行動しましょう。現場を目撃しました。ラベンジャーがブラックドッグをどこへ？このさ先にあるアジトです。ラベンジャーがどうしてブラックドッグを？うちわもめ？ミアの分析でも結論は出ませんでした。どういうことかはっきりさせましょう。Mm-hmm.
もうちょっと遅かったら残酷なラベンジャーどもに魚の餌にされるとこだったよ。あなた、なんであいつらに捕まったの？それがさ、俺、お前にあいつらのひでえ計画を話しちまっただろ。それで口封じのために殺されそうになったんだ。そうそう、あともう一つ大事な情報を忘れてた。俺をケイトス島に連れてってドクタークレアに保護してもらうって約束を取り付けてくれたら話してもいいぜ。情報？それは博士に連絡してみないと。すっげえ大事な情報なんだ。絶対後悔はさせねえから。あ、やべえ、あいつらが戻ってきた。イスラール執事、博士はいますか？少々お待ちください。博士と通信。ブラックドッグが重要な情報を教えるから保護してほしいそうです。パールは私に保護を求めるですって？グルをして吊るし上げられるの？いやいや、博士のお人柄に惚れ込んだんです。じゃあそいつを連れてきて。もし嘘だったらケイトス島からダイブしてもらうわよ。まさかそんな、博士の寛大なお心に感謝します。ブラックドッグ、情報と引き換えに保護してほしいんですって？そう、その通り。すんげえ情報があるんだ。へえ、聞かせて。いい、いや、保護の約束が先だ。チャンスは一度きりよ。おわっと、話す、話せばいいんだろう。ラベンジャーは地上のオムニアムスタンドを壊してケイトス島のエナジー補給を止めるつもりだ。そんなくだらないことで私を煩わせないでちょうだい。この島にはオムニアムの備蓄が1年分あるの。それに最悪の場合引っ越せば済むことでしょ。そんな、まあいいわ。どんなに小さくてもトラブルの芽は摘んでおかないと。オムニアムスタンドの件はあなたに任せる。ブラックドッグはとりあえず閉じ込めておくわ。おい、情報と引き換えに保護してくれるんじゃねえのかよ。閉じ込めるなんて不公平だ。ごめんなさいね、あなたの情報は無価値なの。やっ！
処理完了後、帰還できます。わお、終わったの？次の仕事が待ってるわよ。え？これが最後じゃなかったんですか？ブラックドッグが逃げたわ。実験室の重要装置まで持ち出して。何ですって？あなたが連れてきたんだからね。責任を取ってもらわないと。はい、わかりました。データ更新。目標はブラックドッグ。窃盗記録が追加されました。奴が何を盗んだのか知らないけど、博士の言い方が気になるわ。捕まえたの？逃げられました。ああ、急いでちょうだい。盗まれた装置はね、とても危険なの。危険？とにかく早く捕まえて装置を取り戻して。あるわけねえだろ。急いでちょうだい。盗まれた装置はね、とても危険なの。急いでちょうだい。盗まれた装置はね、とても危険なの。博士、ちょっとお聞きしたいんですけど、盗まれたのはタイムリバースに関係あるものですか？ハガードで似たような経験がありましたが、あの時は自分の意思でタイムリバースさせていました。あなたの言う通り、あれはタイムエンジンのプロトタイプなの。あんな危険なものがならず者の手に渡ってしまうなんて。どうやらエンジンを起動させたみたいね。そのせいで私たちの時間軸が未知の循環に取り込まれてしまった。実験室で逆方向にタイムエンジンを起動して
私とあなたの時間軸を同期させないと。どうしてあなたはタイムリバースの影響を受けないのかしら。ハガードの人はどんな小細工をしたの。すみません、何もわからないんです。まあいいわ。あなたの話からすると、ブラックドッグが処刑された件は今回のトリガーノードだって言えるわね。その結果を変えなければ時間はそこで止まり、永遠にループし続ける。時間のブラックホールのようにね。抜け出すにはブラックドッグを助けてタイムエンジンを回収するまでよ。私にできるのはここまで。頑張ってね。博士、これで29回目です。もうたった29回でしょ。あえて言うけど、ハガードの研究レポートには実験事故の記録が残っているわ。15532回もタイムリバースして、その度2週間続いたとかね。さあ、無駄話は潜入ルートを考えて、あなたのマップに同期しておいたわ。ルートに沿って進めば奴らの背後に出るはずよ。そしたらやるべきことをやって装置を持ち帰るのよ。命の恩人だ。俺が偉くなったらこの借りは絶対返すからよ。あなたが盗んだものは。ものはここにある。言っとくけど指一本触れてねえからな。あ、ちょっと押してみたかも。今回は確かに博士が悪いと思います。はあ、許してあげてもいいけど、この辺をうろちょろするのはやめた方がいいわ。また彼女に捕まったら。わかった、出ていくよ。めちゃくそ遠くに行ってやる。見つかった。早くしてね。あら、お帰りなさい。それで、物は？無事に回収しました。そう、タイムリバースを体験したご感想は？ブラックドッグを救えなかったら、ずっとあそこに閉じ込められたままだったんですよね。そうとも限らないわ。これは実証実験用の小型タイムエンジンだから、影響範囲が狭い。理論的に考えれば、十分な距離を取れば影響力は消える。もしくは、私みたいに逆方向に作用するタイムエンジンを使って時空の波動を相殺するの。タイムルインズみたいに自分の時間軸を単独で切り離せばいいのよ。タイムルインズって一体何なんですか？あら、ハガードの人たちに教えてもらわなかった？チャンスがあれば直接聞いてみるといいわ。あら、やだ。わざわざ行かなくても、腐肉を追うハエみたいなのが、向こうから飛び込んできた。
レア、やっぱり君か。あら、フランツじゃない。あなたを招待した覚えはないけど。おい、もうちょっとおとなしくできないのか。いくらエルリックが君の研究を黙認していると言っても、ここまで派手な時空の波動を起こすのはまずい。ちょっとしたアクシデントよ。言いたいことはそれだけ。他に用がないのならお引き取りを。私そろそろ休みたいの。あれは危険だ、クレア。俺たちは経験者だ。君だって制御不能になればどうなるか分かってるだろう。どうなるか、その結果が今私たちの目の前にあるじゃない。もうあれから50年だよ。なあクレア、君だってずっと50年前にとどまってるわけにはいかない。失わざるを得ないものもある。手放す努力をしてみたらどうだい。あの頃のあなたはそんなにおしゃべりじゃなかったわ。フランツ主任、私は50年前のあなたの方が好き。クレア、俺が今日来たのは喧嘩するためじゃない。君の性格は俺だってよくわかってるさ。ハガードだ。エルリックが君に会いたがってる。私に会いたいですって。あの人たちと話すことなんて何もないわ。立場は違っても、みんな解決方法を探してるのは同じだ。過去に誤解や行き違いがあったかもしれないが。誤解や行き違い？それがあの人たちの言い分なの？それが異分子を排除するための口実ってわけ？クレア、彼らは確かに君に申し訳ないことをした。でもあの状況では仕方なかったんだよ。いくらお宅を並べたところで、もう悪の張本人はいない。残った人間は知らぬ存ぜぬを通せるってこと？俺はただずっと誤解したままじゃ良くないと思ってるだけ。君とルーンは二人ともドクターヘンリーの愛弟子だっただろ。じゃあルーンを返してよ。彼をあんな忌々しい実験に参加させないでよ。ごめん、これは俺はただ伝言を預かっただけさ。君も知っての通り、アイダのこの動きが近頃活発化してる。エルリックは心配なんだ。へえ、矢面に立たされたら急に私を思い出したってわけ。でもどんなに忠実な犬でも、意味もなく蹴られ続けたら牙をむき出すものよ。あなたが私の立場ならどうする？俺？尻尾を巻いて逃げ出すだろうね。それはなかなか扱いやすいワンちゃんね。親愛なるフランツ主任、エルリックに伝えてちょうだい。尋ねには行く。でもだからといって私があなたたちを許したわけじゃないって。ありがとう、クレア。あんな汚い世界になんか最初から足を踏み入れるんじゃなかった。恥ずかしいところを見せてしまったわね。あなたはきちんと約束を果たした。だからアストロナジーをあげるわ。でもオムニアムタワーであなたを待ってる人がいるとか、安全にはくれぐれも注意することね。